はい、ともみさんこんにちは、太陽の歌です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、前回はですね、バスターズ本社が、バスターズ本社ってなんだ、まあ、バスターズのね、秘密基地というか基地がね、まあ、襲われていたんですけども、まあそれを倒してね、まあいろいろ話が進めていって、で、あのね、ジョーズからバリアを壊すためにはね、まあ何かすると、まあ、いうことで、ヨップル社に来てくれと、まあ、いうことでしたので、まあヨップル社に向かうわけなんですけども、まあ本日もね、1日1回の、楽しみでもある、ガチャの方をね、まあガチャじゃない、ガシャか。ガシャをね、ちょっと回しに行こうかなと思います。やっぱね、1日1回しかできないから、やっぱ回しとくべきだよね。どっちで回そうかな。ドリームルーレットでいいかな。いや、最近ね、回数にあまり恵まれてないんで、どうかなーって思うんですけどね。行きましょう。いや、1回、前回が3回で、その前が1回だからね。いや、もう10回、もう30回出てもいいからね、本当に。はぁ、はいや！ん？ 4 回。まあ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 、いいでしょう。なるほどね。なるほどなるほど。これ何気にこのカンフーマッハっていうのも気になるんだよね。ちょっとこれ回してみよう。1個か。はい。うわー、全然遠いわー。ちょっともう一回回していいですか。うわ、遠すぎる。粗品。癒しの天使ちゃんか。次ちょっとこれ回してみようかな。これ結構金の確率高いからね。うわ、遠。お、やった、やった。何来る？もっ持ってるー。ちょっと持ってるんだよね、スノーラビー。スノーラビー、あれ確か持ってたよね、スノーラビーって。だよねー。もう一回これ引いていいかな。ちょっとカンフーマッハ欲しいんだよね。はい。いや、遠すぎでしょ。妖精の指輪。まあしょうがないね、これはね。あ、あと実はですね、ちょっと前にかな。動画撮ってない時に、まあ、ガシャ回したいなと思って裏でね、たまたま回したらね、この激辛ボーイがね、当たったんですよ。で、こいつもね、結構強そうなんですよね。
まあ一応その打撃系なのかな。まあ揚力が全然なくて、まあ力特化って感じですね。で、素早さ高いし、力も高いし、まあ結構強いんじゃないかなと思ってはいるんですけど、まあただね、まだレベルが低いので、まあパーティーにはね、入れてないって感じですね。よし、それではね、進めていきましょうかね。はい、行きましょう。あ、外でいいのかな？あ、そうだ、ヨップル社に行くって言ってたんだね。ウィスー。オッケー。マーク、君に話があるんだが。ふふふ、君が言いたいことはもう分かっているよ、スティーブ。ニョキニョキ生えたあの巨大ビル、それに入る方法を相談しに来たんだろう。ふっ、さすがだな。話が早くて助かるよ。さすがは天才同士。大して言葉も交わさずともすぐに分かり合えちゃうだね。ふふふ、いよいよあれを使う時が来たみたいだね。あれ？ああ、私もあれを使うしかないと思う。あれってなんだに？でもスティーブ、あれにはまだ一つ問題が。そうだった、思い出したよ。あれはまだあれな状態だったな。いや、だからあれって。ああ、あれを使うにはあれをもっとあれしないと。だから。あれあれうるさいだに。さっさとあれがなんだか教えるだに。おーっとすまない。ついいつもの感じで話し込んでしまった。あれの正体、それは直接本人に会った方が早いかもね。どういうことだに？それじゃあオーシャンフロアへ行こうか。まさかあのサメさんを使うのかな？本人に会った方がっていうぐらいだからやっぱ生きてるんだろうね。よし、みんな集まったみたいだね。ここに来たということは、あれってまさか。やっぱあのサメさんじゃないの？おう、ご無沙汰やな。ワイシャーク、久しぶりにあんね。まさかあれってワイシャークのことでウィス？ああ、こいつのドリルならビルのバリアだって突き抜けるだろう。うひゃー、マジっすか？もちろんやで、ワイのドリルめっちゃ硬いからな。おお、すっげえな。やろ？せやけど一つだけ問題あるんや。問題って？ああ、そのたった一つの、たった一つがあまりに大きい問題なんだ。ワイ、地上では動かれへんね。水中専用やから。え？マジか。まあ、メカとはいい魚ですからね。この水槽をビルの前まで運ぶかい？それでは時間かかりすぎる。他に方法があればいいんだが。ロケット。ワイシャークが地上でも動けるようにロケットエンジンをつけたらどうかな。
簡単に言うが、ヨップル社にはロケット専用エンジニアなんていないぞ。確かにここにはいないかもしれない。でも私たちはロケットに詳しい博士を知ってるよね。まさかヒューリー博士だに。会いに行こう、もう一度。なるほど、当てがあるんだね。はい、すぐ日本に戻って私がその人を呼んできます。だったらそいつはサーモンに任せるぜ。サーモンさん、よろしく。チワッチ。なるほどね。久々じゃないですかね、ヒューリー博士って。結構前ですからね、出たの。具合悪いんかい。さあウサピョン、早く博士に会いに行こう。ダニ、まず博士が入院していた福北病院に行ってみる。ダニ、トゥ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 ーン。病院ここか。大経験値だ。まあこれはありがたい。てかこっちからじゃないといけないのか。OK。よし、来たよ。博士、ヒューリー博士、実はちょっとお願いが。って、あれ？博士がいないんですけど。ベッドも綺麗に片付いちゃってるし、一体どういうことだに？どうしよう、あれだけ自信満々に博士を呼んでくるってみんなに言ったのに。このままダメでした、てへとかで帰るわけにはいかないよね。とにかく博士が今どうしているのか、誰かに聞いてみるだに。そうだよね。諦めてる場合じゃないよね。よし、博士がどこに行ったのか知ってそうな人に聞いてみよう。ダニ、ひとまずこの病院の受付で聞いてみるダニ。なるほどね。もう退院したんじゃないのかな、元気になって。あら。どうされました？201号室にいたヒューリー博士なんですけど、はい、あ、その方でしたら昨日退院されましたよ。なんですか？ただ退院？ええ。もしかして博士、もう USA に帰っちゃってこと？はい。いえ、まだしばらくは USA へ帰らず、こちらでゆっくりされるみたいですよ。あっぶねー、ギリギリセーフ。私、ヒューリー博士とどうしても会わないといけないんです。博士が行きそうな場所とか、何か心当たりありませんか？そうですね。ヒューリーさんの行きそうな場所。あ、そういえば。何です？はい。ヒューリーさん、入院中、よく外出許可をもらって、そよ風ヒルズの氷炭池博物館に行かれてましたね。もしかしたらそちらに。ありがとう！氷炭池博物館ですね。ありがとうございます。やるダニ。サーモン、氷炭池博物館へ急ぐダニ。なるほど。これ雲外鏡作ってたっけ。
うん、あるね。オーケー。ん、何かな？さあもう、この人間は確か博士の。うん、キュウリ博士の病室に来ていた人だよ、ですよね。え、どうして君が博士のことを？博士はどこですか？私たちどうしても博士に会わなきゃいけないんですけど。ああ、USA に帰るためさっきまで一緒だったんだが、この国を去る前に立ち直るきっかけとなった場所へ行っておきたい。と言って一人でどこかに行ってしまわれたんだ。もしかして博士が立ち直るきっかけになった場所？それってもしかして大森山かな？何？きっと大森山だに。ですよね。うんうん、そうだよね。そうに決まってる。君一体誰と話してるんだい？そこんとこは気にしないでください。とにかくありがとうございました。行くだに。さあもん、大急ぎで大森山へ行ってみるだに。レッツゴー。うん、大森山へゴーゴーゴー。なんだ、ずいぶんと変わった子だな。てかなんかここにウサピョンみたいなの置いてあるんだけど。大森山にはちょっと運が今日なかったよね、さすがに。まあ一応見てみるけど。ペロ。あ、大森神社か。大森神社と大森山ってなんか離れてたような気もするんだけど、一旦行ってみる。あ、でもヘリコプターあるから行けるじゃん。そういえば。うわ、ヘリコプターっても遠。これやっぱダメですね。ペロ。いや、ちょっと待って。いや、いけるな。ここ回って。あ、これでいけるか。世界の果てまで行ってみよっちゃー。おお、来るよ。うん、我慢できない。え、こっち行けないの？こっち行けないんかい。ダメじゃん。こっちからはいけるよね。鉄のこけし。
お、いた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 。あ、上にいる。あ、ここにあるじゃん。オーケー。こんにちは。キュウリー博士。君はなぜここに？お願いがあって博士を探していました。どうか一緒に来てください。博士の力を必要としている人がいるんです。正確には人じゃないんですけど。やるだに。博士、ミーたちに力を貸してほしいだに。このままじゃ妖怪ワールドが大変なことになっちゃうだに。って言っても聞こえないだにね。チビの今を守るために私の力がいるということか。何？は、博士？ミーのことが見えてるだに？ああ、ここでロケットを飛ばして見せてくれた時からずっと見えていたよ。黙っていてすまなかったな。だに？きっと博士にも事情があったんだに。だからいいだに。それよりようやく言えるだに。サンキューベリーマッチだに。たくさんサンキューベリーマッチだに。チビ。ああ。ウサピョン、よかったね。やるだに。改めてお願いするだに。博士、ミーたちに力を貸してほしいだに。は、そうだった。博士のロケット知識がどうしても必要なんです。まずは話を聞かせてくれるか。事情を聞かないと答えられない。はい、それじゃあ調子堂に向かいながら説明します。博士と一緒にヨップル社に行こう。はい、はい、てなわけでですね、今回は一旦この辺で区切っておきたいなと思います。まあ次回はですね、ちょっと博士と一緒にヨップル社に行って、まあロケットのね、まあ知識を生かして、あのワイシャークにね、まあ、つけられるかどうかを話していきたいなと思います。お？夜になった。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それではまたねー。